です。ブラケです。今日はですね、ファイヤーサラマンダーの業態のこのね動画になります。よいしょ。で、ちょっとね環境をね変えたのでね、そちらをちょっと記録していきたいと思います。はい、出てきてくれましたね。はい。ですね、まあもうだいぶね上陸してから経ったんですけど、餌を食べてるシーンはね1回だけ見ました。ちょっと動画撮れなかったんですけど、で動画撮ったシーンでは1回だけね、イエコの小さいのをね食べようとしてねミスった、空振りしたシーンをね見た感じで、食べたのはですねキッチンペーパーの上に生き止めを乗せておいたらそれを食べたのを見ました。でちょっとねずっと見てたらですね、なんかね飼育環境、これ今変えた新しい方の環境なんですけど、その前ねハイドロコーンでね飼育してたんですけど、そうするとね石と石、石っていうかなんていうか粒と粒の塊の間にね餌が逃げ込んじゃって、ちょっとね食べにくいかなと思って、でもうちょっと餌をねしっかり食べられるように、これ荒北土っていうのかな、まあ、田んぼの土みたいなやつですね、粘土質のやつですね、でそれに変えてですね、まあ、そうするとね餌がねその粒の間に逃げるようなことがないので、もうちょっと餌がね捕まえやすくなるかなということで、でまあ湿度もね粘土質なのである程度保てるので、まあ、これにちょっとチェンジしてみました。で一応湿気ゾーン、水入れだったところはですね、ちょっと水入れじゃなくて、その水入れに使ってのゼリーのカップと同じなんですけど、そこにハイゴケを入れて、まあ、そこにこう水をちょっとこうやって溜めるようなね形を取りました。あとはまあ霧吹きなんかをね1日1回とかしながらやっていこうかなと思ってます。で餌はですね、まあ、今日はちょっと食べるかな分かんないですけど、わらじ虫ちょっとこれ入れてみたいと思います。このわらじ虫とかを入れた時に、まあ、だいぶねこうこの方が隠れるところが粒の間みたいなのはないので、まあこれでだいぶサラマンダーちゃんもね見つけられるようになるかなということ で実際ねイエコとわらじ虫を入れといたんですけど、わらじ虫はね全部いなくなってたので、どうやら食べてるんじゃないかなと思ってます。でここにまああと小さいイエコも入れてみてですね、まあ、好きな方をね食べてもらえればと思います。ちょっとイエコも入れておきましょうか。はい、イエコもね見えるかな、もうめちゃめちゃ小さいサイズ、ピントが合わないけど、まあ、これぐらいのサイズ、まあ、食べれる、一口で食べれるかなっていうサイズをね、まあ、食べないよね、まさかピンセットからね。食べなそうですね、ばらまいておきましょう。まあ、こんな感じでねとりあえず、まあ、いつでも食べれるように、まあ、餌をね、まあ、入れて、まあ、なくなったら補充するっていう、そんな形をね取っていこうかなと思います。ちょっと今どうなんだろう、わらじ虫の動きに反応したようにも見えなくもないけど、まあ、そういうわけじゃないのかな、反応したらもうちょっとね見そうですもんね、ただ向こう向いただけ、そんな感じっぽいですね。はい、でなんか隠れるところがねあった方がいいかなということで、一応落ち葉をねこう切ったやつを、まあ、3枚ぐらいこう入れといて、そうするといつもこの下に隠れてるんで、まあ、そんな感じでねやってます。今ちょっと後で入れますけど、ちょっと一回写したい、顔を写したいんだ。名前もそろそろね決めてあげたいなと思うんですけど、まあ、いい感じにね、ファイヤーサラマンダーになってくれましたね。まあ、結構お腹もねブリブリになってきたんでね、だいぶなんとか餌は食べれてんじゃないかなと今思ってます。はい、というわけでね今日はねファイヤーサラマンダーちゃんの飼育環境、養成じゃない養態のね飼育環境の変更のご紹介でした。はい、じゃあねここに、はい、お布団をねかけてあげましょう。まあ、やっぱりね、隠れ家がある方は落ち着くみたいですね。もともとの落ち葉とか木の下とかにいるみたいですから、まあ、それを参考にね、こんな感じでやってます。で軽く霧吹きをしておきましょう。まあ、服はある程度あるんで、そんなにびしょびしょにしなくていいと思うんで、本当に軽くしまわせる感じで。はい。じゃ
じゃあね、こんな感じでしばらくはやっていきたいと思います。ブラケでした。バイバイ。